一分金とは、江戸時代に流通した金貨の一種。金座などで用いられた、公式の名称は一分版であり、三家随には一歩半と記載されている。半は、金貨特有の古称、微称であり、品位、両目を保証するための国印と同様の意味を持つ。一方、金銀図録及び、大日本貨幣史などの古戦書には一分半金。 一分半金という名称で収録されており、貨幣収集会では、一分半金の名称が広く用いられる。一分金の名称は、一分銀と区別するために普及するようになったのであり、幕末の天保8年以降のことである。形状は長方形。表面には、上部に、大疑惑に53の切り文、中部に一分の文字、下部に53の切り文が刻印されている。 一方、裏面には、密字の署名と顔が刻印されている。これは、鋳造を受け負っていた金座の後藤密字の印である。なお、鋳造年代、種類によっては、右上部に鋳造時期を示す年代印が刻印されている。額面は1分、その貨幣価値は1、4両に相当し、また4種に相当する、係数貨幣である。江戸時代を通じて、常に、 小判と伴いに鋳造され、金位は同時代に発行された小判金と同じで、両目はちょうど小判金の1、4であり、小判金とともに、基軸通貨的な貨幣として流通した。江戸期の鋳造量は、小判金と1分半金を合わせた総量を、量の単位をもって記録されており、本位貨幣的性格が強い。これに対し、1主半金、2主半金、2分半金は、 臨時貨幣と呼ぶべきもので、純金量が額面に比して少ないことから補助貨幣の性格が強かった。京市より西の西日本では俗称、小粒といえば豆板銀を指したが、東日本ではこのような角型の小額金貨を指した。江戸時代では、慶長6年に初めて発行されたとされるが、天正年間頃から鋳造されたとされる丸1分半や、 期待1分半も現存している。以後、万円元年まで二十0種類鋳造されたが、幕府及び市場の経済事情により、時代ごとに品位、両面が小板金と同様に改定されている。また、江戸時代後期には、1分半と10日の額面表記銀貨1分銀が発行されて、以降、1分半の発行口は激減した。 特に小型化した万円、ま、1分半は製造効率も低いためと思われ発酵口は少ない。括弧内は発酵年、両目、金眼有率。発酵孔は小判に含まれる。地方貨幣で1分の額面を持つ金貨としては筑前1分金がある。ありがとうございます。